今週はスペシャルウィークということでゲストの素顔が垣間見える特別企画をお届けしております。今日は番組初登場のスティーブン・スタプチンスキーさんに密着しました。はい、おはようございます。おはようございます。今からどちらに行かれるんですか？今日は取材があります。ブルームバーグのイケメン記者スティーブン・スタプチンスキー。この日スティーブンさんが訪れたのは東京電力本社。スティーブンさんはエネルギーに関するさまざまな問題を取材している。今の福島第一の、はい、シチュエーションを結構聞きたいんですけれども、はい、お願いします。はい、大きな取り組みとしましては直近では陸側遮水壁というものを、はい、運用開始いたしました。関係者以外は立ち入ることのできない福島第一原発。そこでは今何が起こっているのか、国民が知りたい情報を集めるのが記者の仕事だ。海側の方が約今9割、はい、凍結できているではないかということで、はい、確認ができております。はい、原発建屋に流れ込む地下水を食い止めるための凍土遮水壁。3月末に開始した凍結運転は順調に進み、およそ9割が凍結している状態だという。 1% 凍結してないのはどうしてる？気になることは細部まで徹底的に情報を集める。こうすることで公式発表だけでは得られない情報まで現場で取ってくることができるというのだ。取材を終えたスティーブンさんが会社に戻ってまずすることは、そう、社会人のマナー、ほうれん草。現場で集めてきた細かな情報を編集者の上司と素早く共有。ブルームバーグの記事のスピード感はこうした細やかなチームワークにあった。来日しておよそ1年、ボストン出身のスティーブンさんが日本に興味を持ったきっかけは意外なものだった。高校の時にポケモンとドラゴンボールというのことが好きだったんですから、日本語勉強しようかなと思った可能性があったんですね。確かにドラゴンボールをはじめとする日本のアニメ文化が大好きだというスティーブンさん。ガンダムのプラモデルにもハマり、バンダイにインターンした経験もあるという。その後慶応大学に留学し、いつか日本で働きたいと思うようになったスティーブンさんに転機が訪れた。ブルームバーグに入ったら、東京のオフィスに移動して本当に感謝してます。日本のことが結構好きだし、日本のエネルギーのマーケットが結構面白くなっていきましたよね。日本で記者の仕事を始めた今はエネルギー問題に特に興味があるという。記者の仕事がすごくなんか世界中で一番良かった仕事と思ってます。毎日新しいことを学んでいるからすごく嬉しいです。そんな勉強熱心なスティーブンさん、日本でお手本にしている人がいるという。なんかパックンみたいな人になろうかな と思ってますけど、それはまあ有名だけですよね。ギャグとかああいうことを言うのができるかどうかわからないですけど、面白いかどうかはよくわからないですけど、私の名前はスタプチンスキーと申します。スタップ細胞はありませんってことなんですけど、面白くないですよね日本語のギャグは勉強中のスティーブンさん。世界中一番の記者になろうかなと思ってますけど。いやー、人材がブルームバーグには揃ってますね、はい、あ、そうですか。そうですね。でもドラゴンボールも好きで。そうですね、ちょっと恥ずかしかったんですけど、はい、ドラゴンボールとアニメのこと結構オタクだったんですかもしれないですけど、いろんなことが好きだったんですね。日本に来てね、じゃあキャラクターのそのショーとか行ってます？ちょっと行ってますけど、はい、コミケとかありますね。ちょっとそのオタクな部分をちょっと次回から全面に押し出してやっていただければ。でもエネルギー分野って割と日本のねメディアおっかなびっくりになってたりとかするところがあったりするけども、逆にこう海外の目から見ていかがですか日本の。そうですよね、日本のエネルギーの分野、まあ海外からまあ見ればまあ確かにまあ非常な問題があるんですよね。確かにいろいろなエネルギー問題があって、
そして原発がなくてちょっと大変だと思われていますけれども、うん、はい、さあ今日はですね、そこにも関わってくるお話です。スティーブンさん、お話ししたいテーマの発表をお願いします。はい、アメリカではシェル革命、日本では〇〇革命があるんですよね。気になりますね、はい、ちょっとパックン狙ってますからね。はい、ではお伝えします。アメリカの電力大手エクセロンは今月2日、原子炉3基を廃炉にすると発表するなど、現在アメリカ国内での原子力離れの動きが進んでいます。これはシェール革命で安価になったガス火力発電や再生可能エネルギーに価格面で押されているためで、アメリカの原子力業界によると、政府支援の強化がなければ今後10年以内に15から20基が廃炉になる可能性があるとみられています。ちなみに今モーニングクロス切手のオタクアニメ弁護士高見氏からスティーブンさんと気が合いそうだというメッセージが届いて、お友達になりたいということですね。一人ちょっと変わった弁護士さんがいるんですよ。ぜひ今度紹介します。感謝してます。さあ、はい、今回のですか、お話としてはどういう切り口で。そうですよね、アメリカでシェール革命が結構できました、できましたけど、日本のは他の革命が出てきました、うん、あの革命はね、太陽光革命が出てきました。太陽光ですか。はい、そうだ、革命。そう、これから革命かどうか、うん、みんな知りたいですよね。いや、一応日本でもやはり東日本大震災後、そうですね、まあ、孫さんとかも非常にこう投資してメガソーラーを普及させようとか進んでますが、なんとなくまだ実感としてはね。いや、実感なんですけど、でもなかなかこれまでは結構増えてますよね。2014年から2015年で日本の太陽光発電量が 60% 増えました。うん、そして2014年から3倍増えました。うん、買取制度とかも拡充していったりしましたからね。そしてアナリストによってはこれからもっと増える可能性があるんですけれども。あ、そうですか。そしてでもここまで来るのはどうしてか、確かに政府のおかげだと思われています。うん、政府は、まあ福島第一の事故後でいろんな対策とか、政策を作りました。うん、そして一つの対策というのは固定価格買取制度ということです。うん、そして制度というのは難しいなんですけれども、簡単に説明するのは日本の電力会社は、太陽光と新エネルギーの発電量を買うのが必要になりました。必要だったら大きいメガソーラーの建設のラッシュになりました。そうですね、はい、そして外界からでもメガソーラーのプロジェクトに投資しました、うん、結構海外からの投資っていうのも日本に対してあったんですか。アメリカの会社は日本の、ソーラーの分野に結構興味がありますよね、うん、確かにテスラモーターズ、そうですよね、そうですよね、はい、彼らはかなり日本の新エネルギー分野にも関心を示してますもんね、はい、いろいろな会社は日本に来ました。でこれからもっと増える可能性があるんですけれども、いろんなハードルがあるんですよね、うん、そうですね、はい、例えば、例えばは制度、固定価格、買取制度は制度、政府は削減すれば、うん、ちょっとリスクがあるんですよね、うん、投資が止まる。今まではね、買い上げてくれるならっていうことで事業始めよう、投資しよう、はい、でもそれが飽和状態になってくると、はい、じゃあちょっと買い取り量減らそうかとか、はい、調整期に入ると、ね、途端にビジネスモデルが歪んでしまう、はい、それは問題です。あとは日本は小さい国ですよね、スペースがないです。そうなんですよ。でスペースそれはアメリカは比べたらね、カリフォルニア州だけでも日本をボワッとカバーしてしまう。そうですよね。そしてアメリカでいろんなメガソーラープロジェクトを建設している中なんですけども、プロジェクトはネバダ州でやってるんですよね。すごいでしょ、ネバダ州なんて言ったら。みんな、なんか人がいないですよね。だって砂漠ですよね。広がってますもんね。暑いですよね、確かに。一回言ったことがありますけど、ソーラーのなんかメガプロジェクトは1マイルで流れてますよね。結構長いですよね。でも日本でその丸々革命は太陽光革命だっていうふうにおっしゃるのはどういう理由？確かに太陽光革命がこれから増える可能性があるんですよね。確かに今の政府は太陽光を支援してる、そして原発が確かに再稼働されてないと、なんとなく太陽光が大事になると思ってます。で原発がないと
太陽光が増える可能性が絶対にあるかなと、うん、いう、声が出ています、うん、いくらねベースロード電源としても、まあ、実質は今稼働はできませんからね、はい、そうですよね、まあ、そして、まあ、確かに太陽光がベースロードではないですけど電池を使えば、うん、なかなかベースロードになるのが可能性があるんですよね。ああ蓄電池、ね、電力を蓄える技術が進んでいけば、ね、だからなんか夜の時にそして曇りの日の時に確かに太陽があの電力をなんか作るのができません、でも電池があればなんとなくいつでも、電力を出てるという感じなんですから、どうですかこのブルームバーグ目線でいうと日本 の, その蓄電だったりとか、はい、その新エネルギー産業の、まあ、投資案件としての期待度っていうのは、はい、そうです、まあ、確かに元増える期待してますけどあの固定価格買取制度が、うん制度なくなれば、うん、投資が確かになくなりますけど、も将来には元、都市が元増える、ということをよく聞きます。そうか、ピーターさんいかがですか今の話聞いて。いやあの今堀さんが言ってた通りなんですけどね、その買い取ってくれればあの、うん太陽光発電にあの投資するあの一般の人たちがどんどん増えてくると思うんですけど。僕らもねそれやろうと思ってていろいろと検討してるんですけどね、うん、どの形が一番いいか、うん、それであのそのパネルの寿命は何年とかね、いろんなことがあってね、なかなかね、そうなんですよね、判断しにくいんですよ、うん、だその辺が今後革命まで行くかどうかというところちょっと見つめたいですね、うん、まだ固まってないんですよね、うん、アメリカのシェール革命もね、あの確かにねそれでガスとかあのオイルが出てくるんですけどね、環境への影響がすごく懸念される部分もあるからね、マット・デイモンが映画作ったりしてましたよね、うん、そうですね、さあありがとうございました。